松島型防護巡洋艦は、日清戦争及び日露戦争で活躍した、旧日本海軍の巡洋艦。艦名から三景艦の愛称で知られる。松島型防護巡洋艦は三隻建造され、それぞれ松島、五福島、橋立と命名されたが、日本三景である道のく松島、秋五福島、丹後天の橋立から名を取ったことが三景艦と、呼ばれたゆえんである。本型は、 艦名の優雅さから日本国民に親しまれたが、親しまれた理由は他に2点が存在する。本型が建造されたのは、多くに清との衝突が避けられない時期であった。中でも、ドイツとイギリスの支援を受けて、艦隊を整備した新国北洋艦隊の主力である、砲塔装甲艦艇園級、深園、庭園の2隻は、ドイツの最新技術を用いた最新鋭の装甲艦だった。 これらの艦の手法には、クルップ社が、深刻装甲艦のために製造した 30.5cm 砲を4門、採用しており、これは、東洋最大級の艦砲であった。対する日本には、同系列のクルップ砲4門でも威力に劣る 24cm 砲を、搭載する旧式の装甲艦、不走一隻しか存在せず、低遠球は、日本艦隊にとって、大いなる脅威であった。そこで、 この深刻戦艦2隻に対抗するため、フランスから招兵した造船技艦、エミール・ベルタンの設計により松島型防護巡洋艦が誕生した。手法はたった一問ながら、深刻艦隊の主力艦を撃破可能な加盟者の32センチメートル砲を搭載し、砲弾の大きさでは陳炎、庭園を上回った。しかし、当時の日本の港湾施設は、 ベルタンの提唱した装甲艦クラスを運用するには能力不足で加えて予算的に大型艦を購入できずそのために艦の大きさはフランスの提示したものよりも小型にせざるを得ず巨峰を小型の船体に収めるために走行も機関も貧弱なものとなっただが国力の乏しい日本としては一生懸命背伸びをした結果でありそれだけに 日本海軍及び国民がかけた期待は大きかった。これが理由の二つ目である。理由の三つ目は日清戦争での海上主力対決となった航海海戦において本型を主力とした連合艦隊が北洋艦隊を破ったことである。三景艦手法の32センチメートル法はほとんど役に立たなかったが副法である速射法と 高速を出せる艦隊の運動性の高さを生かし、撃沈はできないまでも敵戦艦の攻撃能力をほぼ奪った。続いて、異界英攻撃で北洋艦隊を全滅させ、本型は国民の期待に応えることができた。本型は、その後、主力艦の座を富士型などの戦艦に譲った。日露戦争では、本型三隻に加え、日清戦争時に露革されたかつてのライバル。 陣縁を加えた四隻を中心に第三艦隊第五戦隊を編成した。これらの艦は主として紹介や総会で活躍した。また、日本海海戦にも参加、バルチック艦隊を補足、直接し、敵艦隊の編成や動向を逐一通報する任を担った。余談だが、本型は、しかし、上記にあるように本型の搭載する方の運用には問題があり、す 捜査中造船艦の猛烈な反対に遭い、三隻で建造は打ち切りとなった。この処置は、三番艦及び四番艦を国内建造するため招いたベルタンを奮撃させ、契約が残っているにもかかわらず彼は帰国することとなった。なお、四番艦の名称は不明だが、一説には四番艦の代わりに建造された秋津島の艦名がその名前と言われている。 もう一説には三隻でお払い箱にしたベルタンに恥を欠かせぬように本三 k の名を冠することで初めから三隻の予定であったことにすると一隻当たり当時の貨幣価値で100万円松島の武装と装甲の配置を示した図本型の船体形状は当時のフランス海軍が主力艦から経過運転に至るまで主に導入していたタンブルホーム型船体であるこれは 水戦部から上の構造を複雑な曲線を用いて引き絞り、船体重量を軽減させる船体方式で他国では、帝政ロシア海軍やドイツ海軍、アメリカ海軍の全土急戦艦や巡洋艦にも採用された。外見上の特徴として、水戦下部の艦首、完備は著しく突出し、かつ原則艦板よりも水戦部装甲の部分が、 突出するるといいった特徴的な形状をしているこのため、水旋下から甲板に登るに従って船体は引き絞られ、甲板面積は小さくなっている。この利点は、微法の社会を船体で狭められずに広い社会を得られること、また当時の走行配置方式は、船体の前後にまんべんなく、装甲を張る全体防御方式を採用したため、船体が短くなれば、 その分だけ装甲を張る面積が減り、船体の軽量化ができたことにある。松島の船体形状は朝鮮主労型船体である。水面部に昇格を持つ、艦首甲板上に、司令塔を基部に持つ船橋を両脇につけた環境と、一本煙突の背後に、頂上部に二段の装甲化された見張り所を持つ、ミリタリーマストが一本立つ。ミリタリーマストとは、 マストの上部あるいは中段に軽防御の見張り台を配置し、そこに 37mm から 47mm クラスの機関砲を配置したものである。これは当時は水雷艇による奇襲攻撃を迎撃するために遠くまで見張らせる高所に大水雷撃隊用の即射砲あるいは機関砲を置いたのが始まりである。形状の違いはあれどこの時代の列強各国の 大型艦には必須の装備であった。その背後から艦板一段分下がった、遮蔽物のない後部艦板上に、加盟1890年型 32cm 単装砲を据えた路砲塔があり、砲は後方へ向けて一機が配置された。原則部には、複砲のアームストロング 12cm 速射砲を片原六機ずつ、計12機備えた。位置は、艦首上部に一機。 中間板上に方角配置で5機である。この武装配置により、監視方向に、最大で 12cm 砲2門と 4.7cm 砲1門、左右方向に、最大で 32cm セ1チ 12cm 砲6門、完備方向に、最大で 32cm 砲1門が施行できた。五福島の武装と装甲の配置を示した図。橋立ても同じ配置である。 橋立てと、五島の船体形状は、平ら乾板型船体である。松島と異なり、水面部に昇格を持つ艦首から甲板状に32センチメートル方一機配置した。その背後に司令塔を基部に持つ船橋を両脇につけた、操打環境と一本煙突の背後に頂上部に二段の、装甲化された見張り書を持つミリタリーマストが一本立つ。 原則部には、複方のアームストロング 12cm 速射砲を、船体後部の中間板状に放角配置で、片原6機を、艦尾間板状に後ろ向きに1機の、計13機を配置していた。この武装配置により、監首方向に、最大で3 2トル砲一門、左右方向に、最大で3 2トル砲一門、1 2トル砲6門、艦尾方向に、 最大で1 2トル砲一門が施行できた。1893年に取られた松島。完備乾板上に本級の手法である加盟1890年型3 2トル砲。一見、乾板上の手法は砲塔に見えるが、実際は砲尾と装填機構を装甲カバーで覆った露砲塔である。艦首側の上乾板の棒立てのついた。 単装砲は 7.6cm 速射砲。水線部の縦長の砲門は 12cm 速射砲のもの。本型の手法には、フランスの方向兵器メーカーであるカネー社のカネー1890年型 32cm5 装点式ライフル砲を採用した。性能は、行角重度で射撃した場合、重量 400kg の砲弾を 8550m まで打ち出した。 威力は減速走行 204mm を貫通でき、449kg の鉄鋼弾ならば、射程 8000m で減速走行 334mm を貫通できた。この砲は、新設計の炭素式のカバー付きの砲塔に収められた。炭素砲がに据え付けられた砲の不行能力は、行角10.5度、深く4度である。旋回角度は、 艦の守備線方向を0度として、左右140度の旋回角度を持ち、手砲身の不要、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に水圧で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は5分間に一発であった。1893年に取られた手砲を偽装中の、橋立て。クレーンに吊り下げられたのは32センチメートル砲。 縦長の訪問がよくわかる写真。本型の複砲には、イギリスの兵器メーカー、アームストロング社の、アームストロング1887年型 12cm 速射砲を採用した。その性能は 20.4kg の砲弾を、行角20度で 9050m まで届かせた。砲は、単装砲がに据え付けられ、不行能力は、行角20度、深く3度である。 旋回角度は原則配置で150度の旋回角度を持ち、主砲身の不良、旋回、砲弾の溶弾、装填は主に人力を必要とした。発射速度は毎分後から6発であった。1908年に横須賀で撮られた五福島。本級の副砲は棒立てのついた単装砲画で原則部の横長の砲門に配置されていたことがよくわかる写真。 上側の棒立ての丸いものは7 6トル速射砲。本型の設計時の副武装には、カネーシャの1 2トルライフル砲が採用予定であったが、建造途中で日本海軍がアームストロング社の速射砲を採用した。松島と橋立ての砲門の形状は、じっくり狙いをつけて撃つライフル砲に合わせ、横幅のない形状だった。 しかし操作の軽快な速射砲に合わせて改め、設計された、五福島の訪問は異界を取るために形状が横長となっている。その他、対水雷艇用に、7.6cm 速射砲を単装砲がで、片原3機ずつ、計6機を装備し、さらにオチキス射製の、オチキス 4.7cm 速射砲を単装砲がで6機装備していた。 また対艦攻撃用に 35.6cm、単装固定式水上魚雷発射艦を4機、喫水船よりも高い位置に装備した。発射艦は、艦首と艦尾に1機ずつ、原則に左右1機ずつで、計4機を配置していた。本型の防御装甲の材質は、ハーベイ港であった。この時代の防御巡洋艦の常として水船部に、装甲を持たず、突型に膨らんだ。 船体形状の防御甲板は、原則外壁と接続する部分は下方に傾斜させ、敵弾を石炭こと、甲板装甲の傾斜部で受け止める様式であった。装甲圧は、甲板上部が 39.7mm で断片防御とし、その下の主甲板は、水平部は 38mm から 51mm までの装甲を張り、原則の傾斜部には 75mm 圧の装甲を、 用いた機関部は、厚さ百二十七ミリメートルの装甲隔壁で覆われた。甲板状の三十二センチメートル。路方等のバーベットは、最厚部で三百ミリメートルの装甲板で覆われ、艦艇部の弾薬庫から主砲弾を持ち上げる。揚げ弾機を防御する。頭部の厚さは、二百五十ミリメートルから三百ミリメートルまでの装甲板で防御された。副砲の十二センチメートル。速射砲は？ 方がに厚さ 110mm の棒立てがついていた。水栓下は二重艇であった。1916年に撮られた橋立て。ボイラー乾燥後で煙突の形状が異なるのがわかる写真。本館の機関構成は石炭線焼炎館6機だが、推進機関は通報館、八重山に次いで採用された横置き型三段、膨張式三気筒レシプロ機関を用い、これは 日本巡洋艦としては初の搭載だった。これを2機に軸推進とし、最大出力は5400馬力を発揮、速力16.0ノットを出す設計だった。本型のボイラーは欧州の最新技術を採用した。ボイラーが生み出す蒸気は日本巡洋艦として初のフォックス波形路頭と構成ギセルを採用して高温、高圧化されたが、これらは 当時の未熟な日本の技術能力では高度すぎる装置であり、五島では故障が続発して、日清戦争時代には、五島は12.8ノット、橋立は11ノット程度しか発揮できなかった。このため、公開会戦時には、松島が機関を務める事例が生まれ、カタログデータ通りの性能を出すことは難しかった。そこで春工後の1901年から1902年に、 かけ、本型は、沿管から水管管発揮への乾燥が行われ、松島と五福島がベルビール式、橋立は、ボイラーを国産の宮原式に乾燥した。これにより沿用高校に耐える性能が付与された。ありがとうございます。